ウルトラシリーズ、つぶらやジャングル、つぶらやジャングルは、かつて、つぶらやプロダクションが運営していた、ウルトラシリーズを題材にした施設。1999年7月3日、コスタモール西木の浜にキーテナントとしてオープン。2006年10月1日に一旦閉店。12月4日、アリオや鬼規模を縮小した上で移転再開。2012年11月25日に完全閉店。 店内には、ウルトラ戦士の大型立像、撮影時の使用品などの展示、ウルトラ戦士と怪獣を可愛らしくデザインした遊具があり、独自の世界が広がっていた。毎日定期的に、ウルトラ戦士によるヒーローショー、握手撮影会、店内を巡回するなどが行われていた。大阪唯一の直営店ということもあってか、他のオフィシャル施設と比べて、 全体的な雰囲気ありをやおと組んで行うヒーローショーの作風などがどこかコミカルに描かれていることが多い。握手撮影会ではミラーマン、ファイヤーマン、ジャンボーグエー、グリッドマンなども過去に登場しており、そればかりかエンペラ星人との握手撮影会、ウルトラの母、ユリアン、ウルトラウマンベス、カミイラ、ブースコによるバレンタインヒロイン握手会、ウルトラマンベリアル、 偽ウルトラマン、イービルティがカオスウルトラマンから見て、ダークメフィストによるウルトラダークヒーローショーなど異色のイベントが数多く行われていた。アリオヤオのジャングルショップ本館のオリジナルマスコットキャラクター。ありがとうございます。